さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はですね、こちらになりますよ。ホンダの CR-V になります。まあハリアーの登場に合わせるかのように、ホンダはこの CR-V ですよね、ハリアー対抗のこの車をマイナーチェンジしたんですね。でなのでちょっとその内容等も含めていろいろお伝えをしていきたいなというのが、まあ通常のスタートなんですけれども、というのもエクストレールの動画をご覧になっていただいた方はもうわかると思うんですけども、今 E カラ号として招き入れる車を今実は物色中なんですよ。そこでボスが今この車いいんじゃないっていうのをどんどん立て続けに、まあ僕の好みであるとか会社に有益な車になるんだろうなみたいな、使いやすい車になるんだろうなというのを前提にどんどん今車を持ってきてくれてるところなんですよ。なのでボスが用意したのがこの CR-V、しかもこれマイナーチェンジで新しく加わったブラックエディションなんですよ。まあなので多分持ってきたんでしょうね。まあ僕白好きではありますけど、もともと黒ずっと乗り続けてて、こういう真っ黒系も大好きだったので、まあこういう真っ黒系はもちろんみんな結構好きな方はもう多いですよね。もちろん僕一人じゃないですよね。なので今日はいます。どうもバンビです。皆さんこんにちは。はい、なのでまあバンビと僕で、はい、ちょっと車選びをして、もう前回はエクストレイ乗りましたもんね。はい、そうです、2台目です。まあエクストレイも悪くはないですけどね、うん、ちょっとゆったりと乗る上ではっていうところもありますけども、はい、バンビこれ CR-V ブラックエディションマイナーチェンジ初だもんね。初です。はい、なのでまあ乗り味はね、実は足回りとか変わってないっていうんですよ。おお、まあでもこのブラックエディション、例えばこのブラックライナーってこのヘッドライトの内側もこれ黒くなったんですよ。うわ光って全然見えやしない。ここもだから黒っぽくなって、もうね全体が黒く締まった形ですよ。この辺りの形状変わったんだよね、僕の記憶だと。これなかった記憶がある。だからこれ空気だまり作ってサイドを流れる気流を整えるっていう効果はありますけど、クロームの使い方とかやっぱホンダかっこいいよね、こういった辺り、うん、ボディのデザインが引き締まっていいですね、うん、で、はい、フォグランプ、まずはバンビー、スモールライトお願いします。はい、スモールライトがつきました。もう光が明るいので、ほらここスモールライトのちょっとね LED なので波長が合っちゃってるな。まあでもここは光ってます。で、じゃあはい、ハザードお願いします。これですよ、これシーケンシャルウィンカーになったんですよ。これがやっぱりマイナーチェンジで外から見た時とか含めて、まあこれ今までの CR-V オーナーであれば、あ、これ後期モデル、これいいじゃん、欲しいじゃんっていう感覚にはなるかと思います。後ろはここ光ってますね。あ、ここ輪郭結構綺麗ですね。まあ夜見ると結構迫力ありますよ。で、じゃあハザードつけます。お、上が光るんだ、なるほど。ボルボ的なスタイルにも思いますけれども、あとハイブリッドってここもともと青にはなってなかったですよね。今回から IMMD と呼ばれていたホンダの、ハイブリッド系は全部 E-HEV になったんですね。今回からというかフィットからですね、正確には。なのでこの EHEV、 E-HEV って言っちゃダメってこの間言われたんだ。で AWD です、もちろん。でブラックエディションというマークが入っております。でブラックエディションなので、もう下回りも全部ブラックですよ。これちょっとね、実はこの撮影の前に少し乗ったんですけど、これ少し気になるね、バンビー。そうですね、デューラー HL ちょっと硬いんですよね。うん、まあオフロードもちょっと走れるというか、はい、ラフなところを走ってもタイヤが傷まないようにぐらいな考えでもって作られてるタイヤなので、少し硬さがあるかなっていうのはちょっと気になるところ。 でもホイールもブラックエディションはもう黒に塗られており、はい、2356018。フロントは、あ、この辺りのクロームとかかっこいいですよ。だから黒とクロームのもうセットですよね。でこの窓枠とかもクロームで囲われており、この辺りスタイリッシュですよね。でフロントは2356018、一緒じゃないですか。もう一緒はいいですね。え、なんでローテーションできて経済的って話 ね。いや、まあ、やっぱ E カラ号としてはね、無駄なところお金かけたくないですもんね、はい、ここからエアアウトレットあります。なので空気の整流もしております。でそもそもですけども、ボディサイズですけれども、はい、バンビ体で表現してください。全長4605。あ、意外に
コンパクトですね。幅1855。1855って意外と広いですね。結構幅ありますね、うん、まあでも幅があるからって僕ら気にしないもんね。まあいいからこうとして招き入れる上ではマイナス要素には実はなりません。逆に幅があった方が踏ん張り感高いじゃんっていう思考回路の人たちばかりなので、はい、で高さは1680だとちょっと機械式は入らないですね。いいんです、もう SUV に注目してる瞬間にもう機械式駐車場はもう諦めております。ホイールベース2660。ああ結構ありますね。本当ちょっと僕のイメージより短いな。やっぱホイールベースは車の車格決めるじゃん、はい、もうちょい欲しいよね2660であれば、まあ、って感じは少しありますけど。さあエンジンオープン。いや重たい重たい、ちょっと重たかった重たかった、結構重たかった、まあ、ここエンジンの吸気口です。ここに入ってここから空気がドブドブ入るっていう、まあそういう形です。さあ問題です。バンビ何リッターですかこれ。2リッターじゃ。正解。あはい、まあ、2リッターで、でもこれ発電機として基本は回り、はい、でモーターがついており、でそのモーターが、はい、指さしてください。どこにモーターありますか。はい、こっちです。はい、モーターこれ315Nm出すんですよ。あ、相当力強いですね。だから3リッター級ですよ。3リッターオーバーで184馬力、うん、でこのエンジンは2リッターが発電機として街中では動き、高速道路に行った時の本当に低負荷走行時、一定の速度でダラーっと走る時だけ直結クラッチがつながってタイヤを直に回すんですよ。なのでそうするとモーターを動かすよりも、まあ、そういう低負荷走行時の高速領域では絶対的に高効率なので、まあ、でもトップギアでクラッチがガチャンってつながる形なので、本当低負荷の時だ、トップギアで走れるような環境の時だけ、うん、直結クラッチがつながるっていう、まあ、そういうシステムだから僕好きそうだね。だからこれボスが選んでるんだね。僕電気好きボス知ってるから、まあ、だから電気の力でガンガン走るみたいな、その世界でしょ。いや、おそらく絶対いいですよ。スムーズに走れそうですもん、うん、まあ、このあたりは今見るともうちょっと補強してほしい感じはあるけども、まあ、そのあたりは走りでどうかというあたりですね、はい、さあじゃあ後方ですけど、あバンビこのあたりもちょっと違う。すごいちゃんと空力考えてますね。これ直進安定性に実は関わってくるので、これ今まであったかな、ないと思うな。じゃあオープン。あの遅っ。ちょっと遅いな。ちょっと遅いな。減点対象だね。まあ、これプラスに考えれば安全ですが、ちょっとゆっくりですね。うん、いや、まあ、子供乗せるわけじゃないからね、はい、うちは。はい。いいから号ですから。そう、時間勝負。だからせっかち族だからね。はい、で、ボスがこの車を用意した、これ、理由、めっちゃ広いでしょ。これはね、やっぱ SUV の中でも圧倒的に広い。うん、これ2列シートにしてるっていうのもあるんですかね。お、さすが、これまあ3列シートじゃなくて2列シートですもんね。はい。どうですか、はい、ここまで。あ、ジャッキあるのいいな。やっぱ開かないからここまでですね、うん、まあ、バッテリーとかがあるんでしょうね、ここ。床下収納あったらいいのにな。あ、ここちょっと小物入れで、これ遠隔でシートを倒せます。バチン。おお、いいじゃん。あ、結構スムーズ。しかもスムーズに倒れた。これちょっとプラス材料。反対も、うん、ガシーン。あ、バンビー助手席に当たっちゃったよ。あ、でもこれいいよ。フラットすごい。これ広いわ。これすごい。これ広い。あ、ここもちゃんと倒れるから。うん、バンビーこれ寝れちゃうね。それなんか恐怖の企画が始まりそうな。バンビーこれ寝れちゃうね。やばいやばいやばい、それはダメです。さあ閉めます。ちょ早い早い早いけどゆっくりだから間に合う。ちょっとこれもうちょい早くしてほしいよね。さあじゃあ後席シートを上げる。でこれリクライニングは ありますね。1段ある。いいですね。でも十分じゃないですか。本当ちょっと乗り込んでみよう。足元はすげえ広い。すごい、すげえ広い。これはいいね。バンビに運転してもらって、あそこ右、左とかってできるわけでしょ。これでできます。これだからそういう車でしょ。うちのだって事務所に招き入れる車を今選んでるわけだから。はい、そうですよ。なかなか多分ゴミさん運転して USB、 あ、大事ですね、いい今の時代。大事大事。エアコン吹き出し口あるし。で、そう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 、これこれこれ、今回マイナーチェンジで、あ、ドアの閉まり感もいい。ほら、すごい剛性ある。うん、なるほど、剛性あるじゃん。あ、バンビと鉱石2人キモ。あ、でもこれ、しかもこれサンルーフも気持ちいいじゃん。あ、これ後ろ、これやっぱいいですよ。広い広い。これだけ開放感あると、中がね、これだけ黒くなるとどんよりしがちですけど、これだけ上開放感あれば。あ、この辺りもまあまあいいかな。プラスティッキーな感じもちょっ
ょっと薄い感じかな。だから黒の中に黒だからあんま目立たない感じでいいね、うん、ちなみに、はい、ヘッドクリアランス、あ、楽勝、十分ありますね。ここからちゃんとルーフがえぐれてるから、うん、快適快適、いいですね。ここから頭の上かなり広くなってます。あ、だからだ、これが掘れてるからね、うんうん、へえ、なるほど、はい、ほらシートヒーター付き、だから冬でも快適で、ドアポケットもあります。でこの辺りブラックエディションは全部ブラックですよ、うんうん、だからこの辺りハイグロス系になってていいですよね。さあこの辺りは、まあこの辺りは今までと変わらずか。でもおおね、ちょっとこれあれ鉱石も、ちょっと待って、あ、鉱石もだ、ドアハンドルもこれブラック、あのハイグロスだ、あ、いいですね、おしゃれだ。あ、これこ、でもここまでやるならこのロックのこれまでハイグロスにしてほしかったな。うん、まあ贅沢は言えないけれども、そんな感じはする。さあ室内です、ちょっとエンジンもうかけちゃおう。ね、ちょっとさっきバンビが嫌がらせでこれシートヒーター入れてたじゃん、これ記憶されてるんだね、シートヒーター。すごい、シートヒーターメモリーは嬉しいですね、冬場。ハンドルヒーターもつきましたよ、今回マイナーチェンジでここに。だから、うん、あの冬場とかでも、もうグローブとかいらずで、すごくもう即席ですぐ暖かくなるので、とてもいいですよ。で、運転支援がやっぱり、これね、結構いい感じだった。あ、そうですか。うん、すっごい。ホンダの運転支援賢いですよ。おー、ちょっと楽しみですね。うん。で、こちらがオーディオ関連。で、メーター周りは、まあ、今までと変わらないですよ。まあ、大きく燃料系と、あとはやっぱり、基本は電動ドライブが全てなので、やっぱバッテリーの残量はここに出ております。まあ、この残量次第で走りが変わりますので、今もう EV モードで全然走れますよ。だからエンジンかからずで低速走行はガンガンいけちゃうっていう、そういう形です。で、電動シフトですね。うん、D レンジがあったりとか、あとブレーキホールド。これは大事ですよね、絶対。はい、ちょっと、やっぱ未だに少しプラスティッキーな感じはするね。ちょっと感じちゃいますね、ここは、うん、だからこういったところがハイグロスにやっぱブラックエディション全体ブラックでなってるから、ちょっと逆にもう少しなると嬉しいね。あと CR-V いいのはこの辺りはやっぱりすっげー使いやすいですよ。 E カラ号として仕事で使う分にはドリンクホルダーあるし、はい、まあだからシフトレバーがここに電子であるから、ここ特等席いろいろ使えるんですよ。でほら小物入れも、はい、ほらめっちゃ深い、すげえ。でこれスライドすると、はい、僕の水マスクとかいろいろ出てきます。いいね、うん、ここの収納はすごいいいです。で非常機も前にこういう風によいしょ出るので、この辺りの動きをもうちょっと、はい、なんか買うってなるといろいろと細かいとこ見たいよね。まあ日常使うとこ全部見ますからね。これもね結構使えるよ、はい、この下側のミラー。あ、そうなんですね。これは今、あ、横の足元が見えてますね。そう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 。へえ。まあ見切りも良さそうだし、これだと幅気にならないな。うん。なるほど。これ室内としてはいいね、やっぱり。そうですね。さあ、じゃあバンビー、はい、最後にやっぱり大事なのは、やっぱり E カラ号として、まあ仕事で使うわけだから、バッカ高いとダメでしょ。うん、そうですね。なので、はい、まあど、お、バンビー、これ忘れてた。これブラックエディション、これ、刺繍もついてるんですよ。こういうの大事ですよ。うん、なんか特別な。このステッチいいですよね。ね、車乗ったって思えるんで。そう。へぇ。これもプラス。うん。じゃあこれらの内外装を含めてで考えたときに、はい、このブラックエディション、さあ、ハウマチ。いくらだと予想しますか？いや、結構使い勝手良さそうなのと、こだわりがあるので、うんうん、450ぐらいだったら嬉しいですね。ほうほう。はい。何？見た？見てない、見てない。本当に。見てない。本当に。本当に見てないです。なるほど。見てたら、この僕、物覚え良くない僕が、見てても多分思い出せないです。うん、まあ、これ455万円です。あ、すごい、やった。めっちゃ近い。悔しい。まあだから価格相応って感じですね。はい。まあコスパで言ったら、まあ特別いいっていう感じじゃなくて、まあ相応の価格っていう感じにはなるかと思うんですけれども、うんうん、じゃああとは走りどうかというあたり含めて、どんどんじゃあ行きましょう。はい。はい。乗り味が良かったら、これもかなり魅力的だよね。いや、いいですよ。かなり有力候補です。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。